皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今日はね、5月の2日火曜日、時刻の方は9時5分です、ね、今日はじっくりとね、皆さんのコメントをいろいろね見ていました。さあ今回は楽天モバイル、ね、2回戦目の注文ではなくて、楽天ハンド 5G 2個目の注文、ね、運命の境界線はどこだったのか。29日組は勝利、30日組は激震、ね、境界線はここにあったようです、ね、28日の16時前後ぐらいに突然、ね、もうショップの方もあらかじめ聞いていない、ね、28日の16時前後ぐらいに突然お一人様、ね、2台から1台に、ね、まあ、その前にあの10台から、ね、10台まで注文できるのを10台から2台に、ね、急に減らされた、8台減らされた、ね、で2台体制で行っていたのに突然1台になったっていうね。まあもともと1人1個とかね、制限で、まあ、絞ってた楽天モバイルって、もともと楽天ハンドとかあの1人5台まで、5回線まで注文できて、で、まあ、1個注文、ね、1個注文したら2万円で買って 19,999 ポイントバックでやってて、でそれが5個まで、ね、最初の人は申し込めたっていう、だからあの10万ポイントぐらいあのもらえるっていうね。だ当時みんな5個注文して、みんな転売して、転売っていうかね、不要だからいらなくなって、ね、あのみんなお稼ぎになった方が多かったっていう、まあ、そっからもともとスタートしてるんだよ楽天モバイルって。でいろんなキャンペーンねやってて、とりあえず1人1個っていう風にだんだん決まっていったんだよ、これがね。で、1人1個からキャンペーンが変わると、キャンペーン番号が変わるんで、そのキャンペーン番号で、前回のやつとは違うからね。なのでその、まあ、過去にこのキャンペーン番号とこのキャンペーン番号に参加した方は今回これに参加できませんよっていうね、まあ、そういうのがあって、でキャンペーンがこういろいろ重複してこうやってるので、あのキャンペーンルールがね、これに参加した人はこれにできませんとかあったんだけど、そのルールがないものもあって、じゃあ先に過去にこれを注文してなかったらこれはいいんだねってことだから、で順番をひっくり返せば、じゃあこれをやった後にこれだったら OK だよねとかね、そういうのがあったんだよ実際にね。なんでね、まあ、結構、ルールが基準なんでね。でそしたら今度楽天モバイルの方も、ね、過去にもダメだけど今後ね、こういうキャンペーンに参加できませんみたいにこう書き始めたりして、結構だん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 絞り込んでいった、絞り込んでいっての台数解放で始まった今回のハンドキャンペーンだって、1回戦につき、ね、2回戦目以降でも OK、 あの1回戦につき1個申し込みできますっていう、わざわざなんだよね、わざわざそれを作り出した、編み出した、その文言を新しく作ったんだよ。でよくあるのが、こうあの今までのやってたキャンペーンのひな型があって、であの中身を変えるだけっていうね、あのキャンペーン番号の数字だけを追加して入れ替えてって、こうただそんだけの作業だと思うんだけど、今回はわざわざ今までになかった文言を作り出してるんだよね。2回戦目以降でも OK、ね、で1回戦につき1個ご注文できます。だからバカは気がつかないけど、賢い奴らは気がつきようって感じで、本当そういうつもりでやってるんだよね。うっかりとか網目くぐってとかそうではないんだよ。そういう単純、そうやって考えるのは浅はかな考えなんだね、うん、単純なんだよ。楽天モバイルは意図的にそれをやっている。それは宣伝のためね、ドカーンっていく。であとね、これでも OK、 気がついた人から裏技みたいな、裏技じゃないけどもこうなんだみたいなね、そこを狙ってるんだよ。で何でもそうなんだけど、その情報は生ものなんだけど、その情弱の人ってのがいっぱいいるんだね。
で、おじいの300円のピュア案件、ソフトバンクのね、300円のやつも、2年経ってからまだありますかとかね、そういう人もいっぱいいるんだよ。もうキャンペーン終わったよって散々動画作った後に、1週間経って、1ヶ月経って、ね、2ヶ月経って、ね、まだやってますけど、っていうね、もうとっくにその話は終わったよってね、みんなが忘れた頃にね、質問してる方もおられる。だ世の中実際ね、そういうもんなんだよ。ね、だから、その、短期間だけ開放しても、その、1人10台申し込む人とか2台申し込む人とか、パパパパってやったとしても、その、宣伝費、広告費、経費をかけたと思えば、めっちゃめちゃ安いんだよ。ほんとね。なので、ワンマンコントロールでね、そういうやり方、もうそういう手段でやるのが楽天モバイル、ね、まあ、三大キャリアもいろんな卑怯なやり方するんだけども、やっぱり同じだよねって私は思うね。で今回は1人2台制限が1台制限になったのが28日の16時前後で、店舗の方ではもう予約したお客さんに対して2台目のお客さんに対しては台数制限変更しましたっていうことで、お断りをするしかない。そんな欲しいっていう意思をね、28日16時前に会って予約をしたのに、買えますよって予約をしたのにひどいじゃないかっていうね、普通そう思うよね。もう予約をした人には、予約権を持っている人にはもう渡すっていうね、世の中の一般的なルールがあるんだけど、それが楽天モバイルには通用しない。なんでかっていうと、ショップが仕入れてショップが販売するわけではなくて、もう手続きからないから全部、システム管理は楽天モバイルなんでね、楽天モバイルのシステムが受け付けなかったら、できないわけなんだよ。で、ところが29日組まで OK だったということは、当時ね、28日に予約して行く予定だったのに、ショップから連絡が来てね、断られましたっていう。で、断られた方も本来だったらショップに行って申し込むでしょ。で、それショップ店員は内部いろいろね、見ることもできるんだけども、申し込めば申し込めたんだよ。一般の方が自分で29日まで申し込みが完了できた、ね、送られてきたっていうことは、ショップで手続きをしても同じことなんです、これって。ただショップの場合は跳ねられた、まあ、そのままねその文言の通り跳ねられたっていうことです。そもそも言い方悪いかもしれないけど、ネット回線使っていくらでも申し込めるわけじゃん、ね、でそれを自分でやらないでお店に行くっていう人は、そのもう今では当たり前な簡単な、これができなきゃ何も他のものできないじゃんっていうようなね、電子決済してもらう人もね、おじいはスイカとかいうの分かんないけど全然ね。でそういう当たり前のことがわからない、できないとか面倒くさいっていう人がお店に頼るわけで、だからそういう人たちは騙しやすい、追い返しやすい、言いなりになる、ね、そういうユーザー層なんで全く問題がないんだね、これがね。ただインターネットで自分で申し込める人はやっぱりいろいろ自分の頭で考えたりとかするから、やっぱりいろいろチャレンジするよね、当然ながらね。ただね、まあ、ネット上ではちゃんとそのシステムでは28日16時制限になりましたって言ったけども、その発表したのがね、28日の16時であって、システム上の要は制限を切り替えたのは29日未明、29日を注文した人はね、いけてるんで、まあ、日付が変わってからなのか、そんな手前だったのかわからないけども、大体運命がここら辺で分かれているってことです。でも30日組で2個目を注文して突破できた方は、まあ、いないんじゃないかなって、おじいはね、そう睨んでいます。
はい、じゃあ皆さんの、ね、コメントちょっと拾っていきましょう。吉村、4月の28日午後4時頃に一人一台制限に変わったようですが、29日のおじいの動画を見て30日午前0時にハンド2台目の申し込みチャレンジしました。夜中ならいけるかなと思った次第、見事にキャンセルをくらい激震しました。29日午前頃まではシステムを知り上げられたのかなってことでね、30日の午前0時、ね、日付が変わってから30日組激震しています。はい、次の方、私は4月30日と朝注文しまして、先ほど5月2日に配達予定日が先ほど来ました。1台目、ね、1台目は大丈夫、ね、キャンペーン早々に1台目1円で開局済み、ね、元気なおじいちゃんなので28日に1人1台を知り、運試しと日あのこれね、面白いのがあのたくさんいるんだよね。キャンペーン、あの台数制限変わりましたよとかね、キャンペーンが終わったとかあるじゃん。でそれでもう運試しとかね、チャレンジする人がいるんだよ、いっぱいね。これ面白いよね。だあのこういうチャレンジャーがいてくれるから、あのこれいけたとかね、まだ大丈夫と か、そういう情報が出てくるわけで、あのチャレンジャーがいなかったらそういうのも分かんないわけだからね。面白いね。運試しと29日早朝申し込み、30日配送連絡、2日到着予定です。田舎ですのでね、配送日に2日しよう。楽天のシステムどちらか1台と言いながら2台目 OK どうなってるんでしょうってね。あのこれも違うね、どちらか1台なんて書いてないね。あのそれぞれ1台ずつね。はい、次、私のコメント紹介ありがとうございます。本日2回戦を朝申し込みましたが、これ昨日ね、昨日1日、しっかり申し込み日は4月の30日でした。現在ステータスはお届け準備中です。計3回戦ハンド 5G を30日から1日まで申し込んだので、どうなるかドキドキしています。まあ、30日と1日1個ずつだから、激震だね、多分ね。楽天なんかプラスアで、以前から楽天モバイル契約中です。解約歴なし。3回戦全部通過というワンチャンあるかなってことでね。まあ 99.999% ないと思うけども、でもあの、ね、唯一の開示になれるかもしれない。ね、はい、ダメです。昨日3台目キャンセル。今日は申し込み完了にならず変なエラーが出る。赤も欲しかった。ね、変なエラーが出る。ね、変なエラー。そうです。私が変なエラーです。変なエラー、変なエラーってね、うーんってやつね、変なエラーが出るんです。はい、次、原とこさん、昨日はフェイスに出かけていてすっかり忘れてましたが、5月でも行けるなら2台行きますってことでね、残念だね、多分ね。はい、長いの来た。はい、いつも楽しく拝見しています。オープニングでの元気なおじいの含み笑いが何とも言いませんね。おじい笑ってるね、笑ってるね。元気な証拠で何よりですね。元気なおじいもお疲れ様なしね。そうなんだよ、元気なおじい元気なんだけど、元気だよで元気じゃない、元気じゃないけども元気なんだよね。お茶が美味しいね。お茶が欲しい。元気なおじいの元気の源はね、日本茶です。今新茶のシーズンなんでね。はい、美味しい緑茶を飲んでおりますね。これね、この間紹介したけど、宇治田原製茶所のやつです。予約しといたやつ、3月頃にね、うん、で5月上旬発送予定が4月の終わりこれで来たんで、まあ、一番で飲んでますね。100g 5個で6000いくらだけな、6300円か、送料込みでね。お茶美味しいです、すごく。で今その新茶が楽天だと半額セールやってて1万1000いくら1キロ新茶
ね、下が今半額で買えるんで5000何本で買えるんで、ね、あのおじいはそれも申し込んだ。おじいはガブガブ飲むから、ね、あの今月あの4月にねおじいの大好きなブラジルナンバー2のお豆が、200円のチキだったんだけど、買いに行く予定だったけどね、結局あの車置くのがもうゴールデンウィーク入っちゃうとね車置けないからね、パッとだからまあ諦めた。それからお茶が来たからね、お茶をガブガブ飲もう。うん、おいしい。1キロね、5000何本6000円以下で買えるってことは、6000円だとしても安いよ、すごい安いよ。ね、1キロ6000円ってすごい安いよ。でね、お茶ってね、昭和の時代で、まあ、キロ3000円ぐらいが本当に一般家庭で、おいしいねって飲めるお茶なんだね。で、キロ6000、7000円っていうと、これはいいお茶だねっていうね、そういうお茶なんだよ。で、社長クラスとかね、専務クラスとかにね、お客さんに出すお茶っていうのがだいたいキロ1万円ぐらいからね、まあそういうお茶でうちの親父は分けていた。だいたいね、これね、末端価格でキロ、まあ末端価格でこれはあれだよね、100g、500g でね5000円くらいだから、まあ1万いくらなんで、まあ結構おいしいお茶なんだよ、確かにね。ただね、末端価格で1万円ぐらいなんで、おじいの口にはね、これ、だいたいキロ5、6000円ぐらいのお茶だなっていうね、おじいの感覚では、うち、昔からの親父がお茶農家から直接買ってたんで、なんとか堂とかね、なんとか園とかで買うと、末端価格はすっごい高いんで、だから、こんなちっちゃい頃からね、うちの味に、だいたいお茶屋価格で3000円で、なんとか堂とかね、なんとか園で買うと大体7、8000円ってね、大体そうやって値段で教えてもらって飲んでたんで、いろんなお茶聞きをね、うん、だ本当にね、美味しいお茶ってえぐみがないしね、飲んだと甘みがぶわーっとこう広がってくるんで、めちゃめちゃ美味しい。うんね、これが元気の源です、ね、はい。それで、私もたった今5月1日午前10時半ごろ、マイ楽天モバイルよりログインした状態で楽天ハンド 5G の2台目の申し込み完了しました。2台目なので1台限定だとシステムで弾かれる、ね、台数制限で申し込み不可の表示が出るかもと思ったりしましたが、何もなく普通に申し込み完了しました。運転免許証の裏表の写真をアップロードしました。 eKYC だと自分の姿をスマホで撮影しないといけないので面倒なので写真のみのアップロードになります。おじいはそっちの方が面倒くさいけど写真アップロードの方がなんかすげえ面倒くさい。だって写真を撮ってそれをアップロードしなきゃならないでしょ。あ、まあここの写真か。おじい写真をデジカメで撮ってそれを JPG で、でそれを何添付っていうか送ってってパソコンでやったんで面倒くさかったけど、スマホだとこの写真だけでいけるのかな、ね、で結局は申し込み完了しても審査担当者が合否ね、過去の申し込みキャンセル状況を総合的に判断して決めているかと思われます。他のコメント投稿者様にお願いがありまして、2台目の審査が通って配送中となっている方、残念ながらキャンセルとなってしまった方の合否の判定基準が分かるように情報を共有できればと思います。その合否の判定基準を教えてくれないからね、分かんないでよ。この中のどれかです。だからね、で私の場合には楽天モバイルは1年間無料キャンペーンで申し込みしたスマホ1台をずっと使い続けています。現在は有料。楽天ひかりも1年間無料キャンペーンで申し込みして現在は有料になっていますが使い続けています。今回の1年キャンペーンの1台目の注文は翌日にすぐに届きました。もちろん転売ではなく使っていますので解約経験もありませんし、楽天カードも2枚持ち、楽天銀行口座も持っています、ね、楽天関係は解約経験がありませんので、もしかすると2台目に通過するかもと高い期待を持っています、ね、ここで ご自身でルールを編み出している、
ね、もしかしたらこれだったりかもしれないっていうね。皆さんも申し込みされた状況の詳細を記載していただけますと、元気な味もふーんではなくて、こういう場合には審査が通るとかの動画が少し少ないかと思いますので、ご理解いただけると思いますね。発送連絡またはキャンセル連絡があればお知らせいたしますねってことでね、うん、まあふーんっていうね、うん、もうおじいがふーんって出てきた時はもうね、ふーんなんだよ、ふーんって感じで、ふーんで、おじい結果のお知らせです。本日の午後9時半頃に重要楽天モバイルお申し込みキャンセルのお知らせというメールが届きました。よかったね。で、理由は分かりませんが、でしょね、結果が激震、そうでしょ、だ理由は分かりませんが激震してるので、だからこれね、皆さんも申し込みされた状況の詳細を記載していただきましたって言っても、皆さんも同じなんだよ。皆さんもだから理由は分かりませんから、だから書けないから、だから分かんないけどキャッシュになったらふーんってなるんだよ、ね、だから経験すると分かるでしょ、ね、みんな報告できないんだよね。で、まあ、結果は激震でしたね。運試しで試したんですが、私の担当者の判断によるものかと思います。もしかしたら他の担当者ならと思いますが、余分な出費をせずに済みましたので、プラス思考で考えたいと思います。とりあえずご報告までってことだよね。いや、本当ね、理由は分かりません。で、ただ、おじいのところは、この重要なキャンセルのお知らせも来ないです。来ない。ね、来ないです。はい、29日に申し込んだ1回戦目がまだお届け準備中ですが、2回戦目を申し込んでも1回戦目に悪い影響が出ないでしょうかね。また新たなね、発想で、安本さんがね、全く問題ありません、受け取り時に本人確認以外でした、申し込んでも間もなくしてもう1回戦申し込みできるようになりますねってことでね、もう肌丸気の答えだね、本当ね。運転免許証で本人確認の場合はそれが済んで、で開通に切り替えるまで開通、ね、料金発生がステータス上に切り替わるまで次のものが注文できません、ね、これやった方はどん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 できるんだけどね、だ本当これね、もう花向きです。はい、元気なおじいお疲れ様です。私も昨夜発送のメールが届きました。今回のキャンペーンで赤白の2台を入手でき、黒は3000円の時に入手しましたので3色揃えましたってことだよね。おじいもそうだね、前のキャンペーンの時に今撮影してるあのただのハンド 5G ではないけどもただのハンドね、これをゲットしたんで今回は黒と白ね、なんで、まあ、ハンドの種類は一緒じゃないけども赤、白、黒と3色揃いました、ね。はい、小太郎さん、ね、小太郎さん、急がないとって動画で心配してたんだけどね、もう小太郎さん、ね、おじいおはようございます。結局2代目はなしよでした。巻き組縮小、ただワイモバのシムだけ契約でキャッシュバック1万5000円の JCB ギフトカードとちょいと骨気味に上乗せあれば即契約するでって言ってみたら、 ZTE のこれリボロ 5G3 一括1円もつけますからどうでしょうね、言っちゃいましたってことだよね。美味しいね、 SIM だけの契約でしょ、 SIM ワイモバの SIM だけで、ワイモだからそんな高くないよね、いくらなんだろう、いくらの契約なんだろう、1ヶ月。でもワイモバ事務手数料とか取られるんじゃないの、取らない、今他のところ今事務手数料値上げとかやってなかったか、従来の3300円からなんかどこもみんな値上げしてやってなかった。で安いやつは無料とかあるけど、事務手数料とあれじゃない、事務手数料と1ヶ月分入れると結構いっちゃわない、5、6、7000円ぐらいいっちゃわない、どうなんだろう。あ、でもキャッシュバック1万5000円のギフトカードくれるからまあいいか。でスマホが1万円ぐらいのやつが5、6000円ぐらいで売ってるから安いのはね、1000円でっていうから、まあ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 ね、うん、出費はあるけども、まあ JCB のギフトカードになってくるからね。だから JCB のギフトカードをスーパーで使うとこも使わないといけないね。コンビニとか使うとこだとね、コンビニとか高いし、その
お金で買うときだったらここで安く買うのに、そのカードが使えるところで結構あるデパートとかさ、高いところでしか使わなきゃならないから、1万5000円のギフトであっても実際はなんか実質1万2000円ぐらいの買い物しかできないみたいなさ、だからそういうイメージしてない、なんとなく、ね。まあ、でも、まあ、小田さんはね、結果よし、ね、はい、今月しまして解約しますよってことなんでね、まあ、結果よし、はい、次、ヤマト便5月1日してお届けのハンド 5G 物理シムセット2代目、9時半ごろ届きました。ハンド 5G はミュージックプレイヤー専用機に決定、物理シムは指でちで、使えるから使えたら台湾旅行で使ってから解約しますということです、ね。ああ、だから噂してる、ね、ミュージックプレイヤー専用機に決定、ね、そうなんです、ミュージックプレイヤーで、おじい昨日ね、これ2000、おとといか2500円前後ぐらい の, 安い、ね、すっげえ安いやつ、これイヤホン紹介してるんだけど、これ結構コスパがいいので、ね、まあまあ使えると思います。であと昨日真空管のアンプをね、ヘッドホンアンプを紹介してるので、それを通すともう素晴らしい、ね、あ、いい音ってこういう音のことを言ってたんだっていうね、答えを直接見ることができます、ね。学校の先生がね、小学校とか中学校の先生が持ってる同じ見た目は同じ教科書なのに、開くと赤い字で答えが載っているね、それをもう直接見たようなもの、いい音ってなんだろうね、真空管アンプつける、ああ、答えはこれだっていうね、ズバリ分かるものを昨日紹介しております。はい、次、楽天ハンド 5G の赤と黒は入手できたので、ダメ元で白と Wi-Fi ポケットを4月29日の夜に申し込んだら、スマホはキャンセルされたが Wi-Fi ポケットはお届け中となりましたってことだよね、29日の夜に申し込んだ、ね、なんでここで4月の29日の夜もうハンドはダメだった、ね、だから午前中は成功した方がいた、で夜の方はダメだった、ね、だから4月の29日が境界線、ね、はい、すっかり印象操作で騙されましたね、ただの契約お願いしますのお知らせだったのか、ということはもう1回戦で3000ポイントも15日に切る可能性はないかなっていうね、これね、リンク、楽天リンク、ね、楽天リンクのお知らせ、もうただの煽り、ね、まあ、何なんだろうね、本当で、一歳になったようしても実際には申し込めるし、ね、もう本当に印象操作だったね、まあ、ただうるさいだけどね、静岡の YouTuber もね、ララ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 ってね言ってたような気もするけどもね、優しいでしょ、おじいね、こうやって宣伝してあげるんだよ。はい、次ね、伝統指導が楽しい、やらせなしたからねってことでね、まあ、総務省のお電話ね、うん、まあ、でも伝統してなくてもね、やらせはないけどね、おじいのとこね。はい、おじさん、このね、昨日紹介した真空管のヘッドホンアンプね、これだよ、ここにね、まだ継承残ってるけどね、でこれがすごくいい、めちゃめちゃいい、スマホ直差しと比べて明らかに空気の透明感が違いますね。 6.35 と 3.5、ね、MDR-CD900ST と7506のガチな対決ができますねって、同時出しで同時に聞けるからね、うん、そうなんです。まあでもおじいのね、まあまあ、ガチな対決か、まあ、対決、まあ、対決ね、まあ、何の対決か分かんないけど、どんな対決どんな対決、ね、どっちも音がいいソニーの、ね、ヘッドホンなんだけど、MDR-CD900ST っていうのはモニター、いろんな業界で基準で使われているモニターのヘッドホンです。でこの MDR-7506 っていうのはモニターではなくて、
リスニング用にチューニングされたヘッドホンです。まあ、中には人によってはね、モニターって言ってる人もいるし、どこどこ版のモニターって言ってる人もいるけど、これはね、モニターではないんだね。で、おまけに 3.5 ミリになってるのでね、モニターは、本来いろんな楽器でこうやって下げたり、こうやってこういうのでこうやってやったりとかするのに、それで 3.5 ミリ使わないんで、7506は 3.5 ミリなんです、そこがね。なのでね、もうどこからどうやって見てもモニターではない、ね、リスニングチューニング用なんで、まあ、音を聞けば、CD900ST と7506を比べた場合、ほとんどの一般の方は7506、あ、こっち音がいいねっていうね、無難な音だねって感じで、だいたい好む音だと思います。で、おじいも一瞬、そうだね、そう判断するよねって思ったけど、でもその7506から聞こえてくるいろんな音楽のボーカルの声っていうのが違うね、違うんです、声が違う、ね、なのでどっちかっていうとね、ちょっと中高音、まあ中高音っていうかね、高音よりをちょっとこう上げてるので、で音の位置も若干違うんだけど、このボーカルの声のところ、要はこうなったここら辺からここにかけてをこう上げてるので、なのでそう聞こえるんだね、おそらくそういうチューニングをされたヘッドホンです、これね。だってまあガチな対決、まあでもこれとこれ比べて、これとこれ比べる、これ おじいがこれとこれ比べた時に、やっぱ900ST だね、圧倒的にね、圧倒的にこっちです。でこっちはリスニングで使いたい方が選ぶものであって、でおじいの場合はね、YAM2 がリスニング用なんで、あえてこっちでリスニングしたいっていう気持ちはないんだよね。これで聞いたらどうなのかなっていう、こう入れ替えて気分転換で変えて聞いてみるってことあっても、こっち側をリスニングで聞くってことはね、あんまないんでね、本当そうなっちゃうよね、うん、そうです、ね、はい。でもまあ対決ができるっていうことで、何の対決なんだろう対決で、対決か、対決、対決って、対決だとどっちが勝ち、どっちが負けっていうと、もうおじいの中でも CD900ST なんで、こっちが圧勝なんで、これね、うん、だまだね、900ST と V6 ね、の対決だったらまだ分かるんだけど、7506はね、カテゴリーが違うからね、これね、うん、まあでも、まあ、こういう使い方ができるよってことではね、うん、ありがとうございます、ね、はい。そんなわけでね、終わりましょう。結論から言うと、29日の勝利組、まあ、少なくても朝の方は突破できた。で、夜組は突破できなかった。ね、ここら辺29日から30日にかけての境界線がここら辺。29日のから30日に切り替わる、このどこかで、どこかで、ね、もう29日から30日からどこかで境界線があった。ということになります。少なくとも朝は大丈夫だった。29日の。ね、そういうことです。お昼頃とか夕方とか分かんないよ、ね、夜の方は少なくてももうダメだったから、30日はもう激震なんだよ、ね、そういうことです。でもまだワンチャンあるかもしれないからね、運試しに、試しにチャレンジする方も結構多いと思います、ね、頑張ってください。報告お待ちしております。あだけで、ね、今日も、ね、2日お天気がいいので、ね、お天気がいい時はね、表に遊びに行くといいよ、本当。ゴールデンウィーク、ね、田舎の方だとガラガラでしょ、道とか空いてて、ね、おじいの地域も静岡ね、田舎だから、ゴールデンウィーク中は結構道が空いている、ね、ガラーンとしている、ね、で、まあ、都会と田舎を結ぶ道路は混んでるだろうね、結構ね。あと観光地、ね、そういうところは混むんだろうね。まあ、おじいは土日祝日とかね、
もうそういうみんなが一般的な野心の時は表に絶対に行かない、ね、人混みは嫌いだし渋滞も嫌いだし、ね、もうしっこ行きたくなっても困るでしょう本当ね。でコンビニ買い込んだってみんな順番待ちしてる時はね、もう苦しくてしょうがない、ね、で何か食べ物屋さんに行っても長く待たなきゃなんない。で出てきてもそのいい加減な雑だねお客の扱いがね。だいいことがないので土日祝祭日は絶対におじいはね動かない人です。はい、そんなわけで、まあ、ゴールデンウィーク楽しんでください。じゃあね、バイバイ。